初めて MC を担当しますゆかりです。よろしくお願いします。そしてゆかりさんとダブル司会、MC をすることになりました門川愛理です。お願いします。本日は、それで10名のモデルによる、番組です。早速自己紹介から始めます。ではこのまいちゃんからお願いします。はい、まいぽんこと田島まいです。と活動歴は1ヶ月です。これからもっと素敵なモデルさんになれるように頑張ります。お願いします。さらに変わることはカオチャスです。入って1年ぐらい経っているんで、ラン好きやポップティーンやエッグなどに掲載されています。ファッションショーなども出たことがあります。これからも頑張っていくのでよろしくお願いします。今回初めて出演させていただく南優香です。活動歴は1ヶ月でまだまだですが、これから頑張っていくのよろしくお願いします。谷口京香です。活動歴は4ヶ月ぐらいです。ナッツのスナップとかもよく行ってます。頑張るのでよろしくお願いします。キャナミンこと湯本かなみです。活動歴は1年4ヶ月ぐらいで、ランズキーやメンズエッグ、ポップティーンなどファッションショーなどにも出演させてもらったりしています。これからも頑張るのでよろしくお願いいたします。今年21歳になります高橋ゆりです。モデルの方はソロンモデルをちょこちょことやっていまして、テレビの方は中学生の時にバラエティなどに出させてもらいました。昨日あんまり寝てないので、今日放送中に寝ないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。川田つゆ高校2年生17歳です。活動歴は事務所に入って2ヶ月になります。趣味はダンスと料理です。これから応援よろしくお願いします。門川愛理20歳です。藤井里奈ちゃんみたいなスーパーモデルに絶対なります。ブログやツイッターは美容系のことをいっぱい書いてるので、よかったらお願いします。今度、10月20日 A コレクションに出るので、よかったら見に来てください。お願いします。はい、ゆかりです。本業はミュージシャンなんですけれども、今回7月頃からエステップさんに入らせていただきました。モデルの方の活動はまだまだなんですけれども、ライブを通してとかいろんな活動をしていきたいと思います。10月11日に沖縄セブンセブンでライブもあります。あとは八王子でもアニメのライブとかもやってます。よろしくお願いします。はい、そういうことで、では、一つ目のコーナーの企画ですね。はい、いいですか？では、このコーナーではモデルさんの、コーデを紹介していくコーナーでございます。はい、今週は、アクセサリーブランドローズさんからの、アクセサリーの提供がありました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このアクセサリーに合わせて、皆さんコーデしてきたので、それではよろしくお願いします。あ、道具さんのサイトですね。道具さんはこちらになります。じゃんじゃん、道具で検索してください。では、まいちゃんかな、はい、早速ご紹介お願いします。はい、はい。私アパレルをやってまして、自分のお店の服を着てきました。ポップスが短丈でハイウエスト、今年すごい流行ってるのでハイウエストパンツで大人っぽく決めてみたんですが、迷彩を入れて秋っぽくしてみました。大人っぽい、かわいい。ありがとうございます。ちなみにどこのブランドですか？そう、なんかすごい有名なブランドじゃないんですが、言っとこ今ファンっていうお店なんですけど、池袋とか横浜とか川崎とか、私は千葉でやってるんですけど、今度行きます。すごい安いのに、すごい
安くて2点で1900円とかも安い売ってるのでお願いします。皆さん来てください。こちらがドークさんから提供してもらったアクセサリーです。はい、お願いします。ありがとうございます。次お願いします、はい、私は今日ちょっと原宿系なんですけど、ちょっとこの子が怖いってよく言われるんです。怖くないですか？体どこ行ってた？体はこれがボブさんから提供されていただいた指輪なんですけど、これと合わせてちょっと魔法少女っぽくしてみました。魔法少女やばいやばい。ちょっと今年シルモノトーンが流行ってるので、ちょっとモノトーンチックにしてちょっと秋らしさも出してみました。かわいい。こんな感じです。ありがとうございます。じゃあ次お願いします。はい、私はもう秋も近づいてきたので、ニットでちょっとカジュアル系に合わせてみました。で、今回ドックさんから提供された指輪なんですけど、金色で合わせやすくて可愛くコーデしてきました。かわいい、はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ次お願いします。今日はちょっと原宿っぽくしてみて、でなんかこの迷彩ライトオンで買った迷彩の柄が今年ハイアリティさんで被ってきて、でニットには見た目が合うかなと思ったから、ちょっとニットにしてみました。かわいい、かわいい。原宿竹下あるしてそうな、そうなの、右手にクレープ、左手にタピオカみたいな。クレープも、そうクレープタピオカ、バナナチョコクレープ。でこれがドーブさんから提供してもらったなんかゴールドのかわいいやつです。かわいいやつ。確かにかわいいやつ。ありがとうございました。ありがとうございます。次お願いします。私はですね、今年も秋に向けてもへそ出しが流行るっていうことで、へそウィーゴーでちょっと安く90円でトップ使って、でこちらがドークさんに提供させてもらったゴールドのアクセサリーなんですけれども、それに合わせてシンプルなコーデに、それに今年秋流行りの千鳥柄でちょっと秋らしく決めてみました。絶対来るね千鳥。毎年千鳥柄なかなか来るからね。ギャルスターで安く買えたので、よかったら皆さんギャルスター見てください。ギャルスターいただきます。覚えておきます。じゃあ次お願いします。はい、私は下からフラッグ J さん の池袋のパルコに入ってるんですけど、フラッグ J さんで買いました。この靴珍しい柄なんですよね。すごい、かわいい。何柄ですかそれ。何柄なんだろう。千鳥じゃないですよね。チェックでも千鳥でもなく、何ですかねこれね。ヒールかわいい、ヒールもね、形がクリアな感じで、かわいいで、このワンピース、いやワンピースっていうかキュロットみたいな感じになってるんですけど、これは夏に買ったやつで、秋も使えるかなと思って今でも全然着ちゃってます。とこのジャケットはイングで春物なんですけど、私は秋にでも春物とか結構使っちゃいます。はい、全体的にゆるく少し大人っぽく可愛く決めました。はい、なんかありますか？アクセサリーは、あ、そうだ、アクセサリーだ。アクセサリーは道具さんから提供されたやつなんですけど、このゴールドのやつなんですけど、ちっちゃいですよね。ちっちゃくても結構なんだろうな、引き立つ、こういうワンピースとかだとゴールドが引き立つので、ぜひぜひ使ってみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。と今日は大好きなスライでまとめてみました。おお、かっこいい。めっちゃスタイル。今年来るネイビーと首詰まりトップスがポイントです。とあとはシンプルにまとめてアクセでちょっとポイントを入れました。とこのブレスがドークさんから提供されたブレスになります。となんかスタイルの良さが引き立ちますね。うち絶対それ買わないタイプ。今日ダボっとしたもの。身長あるから似合う。かわいい。以上になります。
今日私は、ロデオクラウンさんのセットアップ、セットアップ、セットアップ、ほらセットアップ、セットアップ、見えない見えないなんですけど、あの結構身長がなくて、で足もそんなにまだ細くないんで、これね、これね、マジックなんですよ、マジックなんですよ。これ上ダボっとしてるこのニットワンピみたいな感じになってるのが、あのちょっと華奢に見せるポイントなんですよ。なんであんまり身長なくて足に自信ないけど出したいって人は絶対こういう感じで、かわいい、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいでしょ。先週買ったばっかりだから大変あると思う。セットアップは今年の流行りですね。そう、セットアップ絶対今年流行るし、冬も絶対来ると思うんで、でこのカジュアルさにこの道具さんのリングでちょっとガーリーさをプラスして、ちょっとバランスを保って女の子っぽく仕上げてみました。なるほど、おー、可愛いでしょ。皆さんもこうダボっとしたやつちょっと試してみてください。以上です。じゃあ最後お願いします。鳥、鳥ですね、鳥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 、はい、行ってみよう。じゃーん、今日はですね、ちょっと不良な不良な不良なランチャやってるね。そうですね、まず足元から、ゲッタグリップさんの、ラバーソールですね、とっても歩きやすくて作りもしっかりしてるので、あの結構東京って歩きますよね。なので、あのこういうぺったんこな靴でも形がいいと結構足の形も綺麗に見えると思うのでおすすめです。で、このスカートとこのジャケットなんですけど、実はこれあのヒップホップブランドのロカウェアっていうものも後ろにこうフードがついてるので、本当だ、フードがかわいい、結構かっつりしてる中にカジュアルさがあったりとかして、でもう7年ぐらい前に買ったんですけど、全然使えます。で、帽子の方はですね、ミルクの帽子です。これはフリア屋さんでですね、なんと1000円でゲットしました。安い、びっくりですよね。あの原宿にあるクローゼットチャイルドさんよくあの行くんですけど、そこに行けばなんか掘り出し物がいっぱいあります。探してみよう。ぜひぜひ行ってみてください。中の服が最初うち裸かと思ってびっくりして、なんかタトゥー入れてんのとか思って。今日の目玉なんですよ、ここのちょっと。いや、セクシー、セクシー。実は、これは、グラッドニュースさんのですね、こんな感じに。すごい、すごい、ねえ、ねえ、ね、ブラッドかと思ったやるなと思ってあの今回あの提供していただいたタトゥーがこちらになってます。小さなストーンなんですけど、すごいキラキラしてます。今日のコーデにすごいやってますね。とっても光ってますね、キラキラします。そのために今日ちょっとネイルもお直ししてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと今の秋冬の、今年の秋冬のシーズンの流行りある人だったら、流行り、色だったら赤とネイビー、ネイビー、ああ秋だね、秋がね、柄だと千鳥、千鳥は毎年くらい、千鳥は毎年くらい、千鳥は毎年くらい、やっぱりアリさんと同じようなセットアップ、そうセットアップ、今年も絶対来てますし、毛出しもやっぱり大事ですね。言ってましたね。いっぱい来てます。毛出しも来る。露出もやっぱり大事ですよね。でもお腹壊しちゃうからな。冷えちゃう。他何があるだろう。他でもベレー帽とかニット帽。ああ。でもなんか原宿とか渋谷歩いてるとみんなニット帽かぶって、ニット帽かキャパかぶってればいいみたいな。かぶってればいいみたいな考え良くない。そういうのは良くない。流行りだからってかぶればいいとかじゃない。サスペンダーとか、ああ、そうなんか
最近付録にもついてるんですよ、サスペンダー。ビビのミツコ。そう。私の学校、そう。結構使える。そう。インとかですよね。うん、ダイバー素材のスカートとか、フレア素材に。あとペンシルスカート。ペンシルスカート。あ、微妙な丈の、微妙な丈のタイトスカートみたいな。結構上級者。上級者テクニックですね。どういう感じ見たことなくて、どういうんですか。あ、ペンシルスカート、はい、ペンシルスカートですね。あのタイトスカートあるじゃないですか。タイト、あのシュッとしてる感じの、うん、あれの、そうそう、ラインができるスカートで、で膝下膝上ぐらいの、なんかそのミドルの丈のスカートなんですけど、あれなんですね。そう、結構なんかあれをあの上ダボっとしたニットとかと合わせると結構カジュアルに可愛く着れる、うん、けど私はまだ履きこなせてない全然履きこなせてない。履きこなすの難しそうな。難しそうですね。結構難しいんですよね。お店でもあるんですけど、うん、なんかあのマネキンに着てる時とかもすごい合わせが、でもマネキンだと結構なんか何でもできたみたいな。でも似合ってくれます。ポーチがすごいんで、マネキンの力だね。マネキン売れますだから。確かに何かあのおすすめのショップとかってあります？皆さんよく行かれるおすすめのショップ、お洋服屋さんでも。スピンズはもう何でもありますよ、ね、原宿の定番だね。原宿イコールスピンズ、ね、そうすごいたくさんありますよ ね。スピンズなんかもうニット帽今流行りの、さっきも出てたもうなんかもう990円で買っちゃうし、安い、1000円切っちゃう。スピンズはもう王道ですよね。安い。よく来ます。新しく、原宿にキュートキューブっていうお店に来ました、モンキーとか、全然調べてない。何をしてるお店ですか？スピンズが入ってます。出ました、スピンズ。リニューアルオープンしたところですかね、でかいところです。結構スピンズ工事してました。上の階にあの私の大好きなオムライス屋さんがあります。オムライス大好き。そう、あと今季の流行りっていうか、今年の秋がすごいスライが来てる気がするんですよ。スライ絶対来てますよね。え、ジェイダも来てます。ジェイダも来てる。ジェイダとスライとエモだった。エモだ。エモはもう年中なんかもう、なんかもう、そう、モード系ギャルの定番みたいな。定番ですね。もうどこ見てもジェイダとかエモだ。エモだはいつもいっぱいしてません？そうなんだ。なんでエモだだっけ。エモだ。エモだ。やっぱりジェイダリゼクシーも来てますよね。スライと、うん、大人系で。大人系ですよね。最近大人系流行ってます。流行ってます。流行ってる。どこ見ても大人っぽい感じ。確かに。ムルーアとかも結構かわいい。でもなんか季節によって全然なんか違うじゃないですか。なんか結構なんか冬とかだとなんかモード系とかなんか大人女子みたいな感じなんですけど、なんか今年の夏結構なんか水色のなんか花柄とか、花柄ありましたね。そうなんか超流行って、なんかあんまりなんかちょっと系統が違うのかなと思ったら、なんか冬またなんか千鳥とか結構そう大人っぽい感じで着れるし、ガーリー系でも合わせれるし、結構おすすめですね。秋はシンプルになりますよね。そうじゃあとネットですよ。ネット通販、通販そう、通販の方がなんか安かったりしますよね。現場に来るやばいですけど、VTR とかネットだったらやっぱグレールっていう、あ、安い、藤井里奈ちゃんが CM やってるやつ。あと逆に言うとネットでマルキューのブランド買うのもなんかセール品になっちゃってて安く買える。だからもしも買えなかった時にネット見てみると少し安くなってて買えるからお得ですよ。え、でもみんなネットで買います？買います。私買わないですね。うちも買わないんですよ。あの絶対試着しないとなんか落ち着かないというか。毎日見てる。私沖縄出身なんで、沖縄ってあんまりないんですよね、お洋服のブランドが。で、もう海のイメージしかないですよ。みんな泳いで。ひたすらもう
楽天から買ってますね。ポイント貯めてポイント貯めて。ポイント。今あの楽天勝ちましたよね。勝ったんです。それでセールしてるんですよ。楽天セール。楽天セール。はい。なんか聞いたことある。めっちゃ。なんか何でもある。いやでもみんなランウェイチャンネル知ってます？えランウェイチャンネル、あのそれこそもエモだとかムルーアとかジェイダとか、うん、リゼクシーとかもう何でもあるんですよ、うん、もう超その何10代20代の流行りのブランドをもうかき集めてきた素晴らしいサイトなんですよ。うちそこだったら絶対買えますね。結構逆にシェルターって買えますね。ああそう結構そこでしかセールできないみたいな、ネット限定のセールとか結構お得ですよね。うん確かに。なんか今年こういうメイクがイケてるなとかってあります？メイクが太眉。太眉って去年じゃないの？去年の春じゃない？でもなんか今年も来てるの？嘘赤リップとかやっぱり赤リップもシャドウも赤系とかブラウンとか卒業です濃い感じ。あとリップ、結構なんかネオンカラーのリップとか最近出てて、可愛い可愛いのも出てます。あ出てる出てる。そう。何日も落ちない落ちない落ちると思うけど。落ちなかったら困ります。確かに確かに落ちなかったら困るけど。ベネフィットとか多分ボディショップが出してたかな。そう。ああそうなんだ。結構落ちにくいです。何かあります？おすすめのコスメとか。やっぱりでもまつげとか全部合わせるんだったらダイヤモンドラッシュさん。ああ。ああ。そうなんです。知らないです。だからやっぱりまつげとかチークラインとかだったらダイヤモンドラッシュさんの発色の良さとか。私キャンディードールも好きです。ああ。そうなんかやっぱりつーちゃんが選んだだけあってもプロデュースしただけあっても出ましたねつーちゃん。私のおすすめで、あのチャコットってわかります？そうですか。チャコット聞いたことはある。バレエとか舞台用のメイク用品なんですけど、ね、それがすごいあの発色もいいし、もちろんマスカラとかも落ちにくいし、アイラインも、もうどんだけ汗かいても海で泳いでも大丈夫です。すごい。すごい安いんだ。安いんだ。安いんだ。夏におすすめですね。渋谷にあるんで、ちょっとの、ちょっと入りづらいですけどね。入りづらい。本当にバレエやってますみたいな人がいっぱいいる。ちょっとなんか敷居高い感じ。ちょっとまあじゃ あ, あのバレエやってます的な雰囲気で入れば大丈夫。大丈夫大丈夫。やりとこで入るしかない。なんで新ってなっちゃったの？これなんかもうないですか？じゃあまいちゃん、ゆかちゃん、はい、いっちゃいます？なんかあればお、あるんでしょ？え、化粧品？ケイトがやっぱ好きですね。あ安いですし、結構発色もいいですね。はい、うん、使いやすいし、使いやすい。意外にキャンメイクとか学生の時に使ってた。普通にもうチークとか全然すごい。中学生高校生はとりあえずもうねそこで買った方がいい。安いもはや100均でもいいもん。今ね、すごいすごいね、すごいチークとかもすごい高いですね。100均なんですか？100均めっちゃね、可愛くない？100均か。100均のハイライトはおすすめです。使ったことない。めっちゃラメなんですけど、すんごい。今つけてますか？つけてますよ。なんか目とかのこの辺とかに。本当だ。ラメになって配色いいですね。見えない。100均には見えない。100均には見えない。最近の100均のクオリティ高いですね。意外とみんな100均使ってるな。ネタで振ってみたけど。意外と使ってたっていう。皆さんなんかすごい肌が綺麗だなとすごい感じたんですけれども、
何か特別なことをやってる方いますか？私、スパとか行って汗かくみたいな。あ、普段はすごい汗かくんですけど、週一は行くようにして汗かいてます。へー。そうですね、私果物を結構食べるんですよ。1日に丸ごと1個スイカを全部食べたりとか。一緒です、一緒です。スイカ？お腹壊さない？水分すごいですけど、とりあえず果物いっぱい食べて、さつまいもとかビタミン C がすごい含まれてるので、結構そういうのを食べたり。私はもう化粧水、乳液とかも全部ブワッてもう塗りたくるみたいな。お風呂上がりに塗りたくっても、うん、これから冬だしね。ですよね。乾燥するもん、ね、粉吹くぐらい乾燥しちゃうから。もうジョワッてやらないと。私もなんか4月に東京来たんですけど、びっくりしました、この乾燥通り。沖縄乾燥しないんですか？しないです。ボディクリームなんて使ったことないです。まあ、使ってる人も言いますけどね。稀にあるパターンみたいな。なんか急いで化粧品買いに行きました。今まで使ってるのだと間に合わない。まあ寝てもあるんですけどね。こんな感じで。ちなみに私なんですけど、でも水飲むようにしてます。水でなんだかんだ、なんか結構薬局とか行ってもなんかなんとかドリンクとかなんとかなんか美容ドリンクとかあるじゃないですか。だから結局なんかそういうのよりも普通の何も入ってない水を飲むのがやっぱ一番体にいいし、なんか体なんか洗浄されるから、うん、朝起きた時に一番最初に白湯、ぬるま湯を飲むのがベストだと思います。絶対これ絶対変わる。肌もいいですよね。いいですよね。絶対肌も変わるし、なんか体も結構綺麗になってくるんで、絶対みんな一回試した方がいいと思います。やってみます。体冷やすのもいい。そう、これから増やして常温の方がいいっていうくらい。うんうんうん。体には白湯ってどうやって作る？お湯です。そう、なんかお風呂ぐらいの常温の水を冷やしてないので。あ、そうなんだ。あまり冷やさない。では、モデルタレントとかでなんか皆さん心がけてることとかありますでしょうか？姿勢とか。姿勢言われる。うちもよく猫背って言われるから、最近もうちゃんとしてるように頑張るとか。気張ってないとなんかすぐ猫背になる。そう、すぐ猫背になる。あとも体型維持ですよね。体型維持。確かに。ダイエット。ダイエット大事。永遠の課題ですね。ダイエットみんな何やってますか？コースやってます。コース。気になってた。痩せなかった私、コースやって。そうそう、3日間断食でやった時にはもう3キロ。リバウンドしない。リバウンドしないです。あ、私平気でした。初日、3日目が一番きつかったですね。食べたくなっちゃって。食べないです。何食べてもなんかもうアイス1個っていう決まりを作って。アイスなんだ。アイスなんだ。なんか体にいいものじゃなくてアイスなんだ。なんか着いたら野菜ジュース飲んで、食べる前に野菜ジュース1本みたいな。そういうダイエットがあって、野菜ジュースをとりあえず体内に生後4日目から普通の食事ですか？そうですね、普通に食べたりはしたりとか、それでも制限かけたりとか、カロリー考えたりとかはするんですけど、やっぱりアイスは食べちゃう。やっぱ完食しないのはあれですよ。完食はおやつしちゃうな。しちゃうな。感触はしちゃうな。チョコ一粒、この一粒って食事の前に食べるといいらしい。本当ですか？そう、なんか聞いたことある。なんか一番あれなやつじゃないですか？いや、なんか普通のチョコレートでいいらしい。なんか普通のチョコレート一つ食べると、なんか食事、普通の食事するときになんか満腹感もすごい得られるみたいな。血糖値かなんか上がる、緩やかになるみたいな感じ。そう、なんかいいらしいです、一粒なら。
一つ無駄だよ。限らずその一つね。そこ重要。朝昼夜ってなんかどんどん食事減らしてった方がなんか体にも食べ方じゃないの。なんか朝いっぱい食べて、朝で食べたやつは全部なんかエネルギーで消えちゃうらしいんで、なんか朝はいっぱい食べた方がいいらしい。朝食べなきゃいけないんですよ。そう、うち朝絶対なんかもう半年以上続けてるのが、豆乳とバナナとリンゴときな粉とあと青汁の粉をミキサーでガーッてやって、特製のそうスムージーみたいな感じなんですけど、美味しいんですよそれは。絶対美味しい、絶対美味しい。なんか最近の青汁の粉って結構抹茶みたいな味するんですよ。そうそうそう、ありますね。いやでもね、一回騙されたと思ってやってみてください。絶対美味しい。なんか甘さが足りないなと思ったら、なんかあの蜂蜜とか入れてみると結構美肌にも効果あるんで、絶対朝はそれがいいと思います。ぜひ皆さん試してみてください。はい、すごい参考になりましたね。もうなんかみんなの話勉強になりますね。確かに情報交換みたいな。女の子ならではの、ならではの。確かに。はい、では、次のコーナーに行きたいと思います。本日2つ目のコーナーです。ゲストに質問タイム。イエーイ。本日のゲストは、雑誌キューティーでも活躍中の、くすのきふわちゃん、お願いします。お願いします。お願いします。くすのきらーです。高校2年生17歳です。よろしくお願いします。お願いします。今日のファッションとか、なんか、はい、基本いつも原宿系なんですけど、今日は大人っぽくしてきました。で、ちょっと全部 GU でまとめました。はい、あ、これ見たことある、これ上もあるね、これ。そう、そう、上買うか迷ってた。でめっちゃ可愛くて、で、どっちも買ってあるんですけど、どっちも1500円ぐらいです。安いです、めっちゃ安川で、あとは結構ごつい黒とかゴールドとかで小物とかは合わせて、いつもこんな感じでかけてます。私流行りの丸太。ああ、いい。こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。このコーナーでは草モデルの美容法、ダイエット法、ツイッター、ブログの書き方などいろいろ気になることを質問したコーナーです。はい、質問バンバンいきましょう。はいはい、質問したいです。はい、なんか髪の毛がすごい綺麗だなと思ったので。確かに染めてるのに綺麗。すごい綺麗ですよね。傷まないですかね。すごい傷んでます今。結構もう巻いてごまかしてるんですけど、やっぱオイル絶対塗りますね。ドライヤーの前、あとでオイルトリートメントみたいなの塗って、あとカラーとかたまに気分で変えたいときはカラートリートメントにしてます。あカラートリートメントめっちゃサラサラになります。サラサラになります、ね、あれすごい、あれ毎日使いたいぐらい、はい、サラサラになる。めっちゃもうそれで結構トリートメントもちょくちょく行ってます、ね。どのぐらいのペースで行ってるんですか。1週間2週間1回ぐらいで。結構、行ってますね。かけてます。かけてますね。サラサラなだけあって結構。はい、なんかダイエットとかダイエット結構しててすごい太りやすいんで。まあ、すごい太りやすい。足に関しては基本ぺったんこ靴の時は絶対つま先立ちでずっと歩いてます。あ、分かる、うちもやってる、やってる。やっぱなんかあれなんだよね、なんかこのふくらはぎの筋肉が下がってくるんだよね。すごいです、本当に。うちもぺったんこで歩いてる時なんか全然違ってて。そうです、違うなと思った。なんかいいマッサージ方法とかありますか。マッサージ方法はむくみ取りは一回足の裏のツボを押してから、こうやって全部下から上にこうやって、リンパ、はい、リンパだ、リンパ、全部リンパで、あとはもうなんかタイツですね。タイツとか、タイツのやつで寝るとき絶対その圧迫するタイツ、はい、やってます。あとはペットボトルダイエットってのがあって、ペットボトル、酢、あ、じゃないんです、じゃないの。じゃないの、めっちゃ酢かと思った。
たこのぐらいの大きさのペットボトルあるじゃないですか、500なんですけど、2つ使ってそれに水いっぱい入れてなんか これを30回あとはなんかこういうやつも片足30回ずつとなんかこうやってやるやつも60回お毎日毎日寝る前にやってますね。すごい、はい、あと結構変わりますか体型？変わりますね。結構すぐに引き締まりました。ここも500のペットボトル2本ですか？2本で水いっぱい入れて。コツとかありますなんか意識してることは腹式呼吸でやってます。腹式呼吸。吸った時にちゃんとお腹が膨らむようにみたいな。結構意識しないとできないみたいな。寝てる時はちゃんとその呼吸になるけど、普通にいる時はなんか吸っても普通にお腹が減る時なんかへこむ時もあるので、吸ったらちゃんとお腹膨らむ呼吸しながらやります。他何か、なんかお肌のお手入れとか、お肌のお手入れ、綺麗、すごい綺麗、並べたくないぐらい綺麗、そうカバーしてますけど、基本お手入れっていうかのベースにあんまり負担かけないので、みんな BB クリーム結構使ってる人多いんですけど、BB クリーム結構重いんで CC クリームに変えます。あ、最近なんか流行ってる CC クリーム、美容液成分がめっちゃ入ってて。だからすごい薄くて軽い感じなんで肌にあんまり負担がないんですよね。はい、使ってみたい。なんかそれ肌に悪い、肌が弱い子にも結構いいって聞きますよね。私めっちゃ肌弱いんですよ、ね、もうすぐ荒れちゃうんで CC クリームに変えました。へえ、あとクレーパック2日に2、3日に1本クレーパックして、なんか泥みたいなやつなんですけど、泥みたいなやつで私毛穴が溜まりやすいんで、泥みたいなやつをやってちょっとガーッとめっちゃ熱いみたいな感じでやりますね。あとはめっちゃやっぱめっちゃ温まってから毛穴開いてからそれやって取って、あとはもう化粧水安いのをめっちゃバーって使います。やっぱり保湿が、保湿ですね。顔めっちゃ乾燥肌なんで、すごいやります。じゃあ次見てみましょう。質問。質問。ネイルがすごい可愛いんですけど。そうなんです。モンスターズインクです。おお、可愛い。可愛い。モンスターズインクで塗ってます。可愛い。ジェルネイルですか？そうです、ジェルネイルで。ディズニー好きなんですか？好きです。というかこいつらが好きで、こいつらこいつらハリー、そうです、ハリーとマイクが、マイク好きです目が一つのとこがめっちゃいいと思ってますもうこれ他のモデルの子とお揃いでやりました。ドーレさんでやりました。かわいい、かわいい、いいな。ちょっと爪伸びてきたんで剥がそうかなそろそろ次はどんなデザインにするんですか？次はあの怪盗グルーのちょっと今やってる、ミニオン、そう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 、ミニオン、何何何何何何、あ、あなんか変な変な変な、こんなやつ、こんなやつ、こんなやつ、ちょっと行ってみようかなと思って今やってあれですね、なんかピーロピーロ、あ、そうわかりにくい可愛い、可愛い、結構なんかキャラクターものとか好きです。で基本結構原宿系なんでこれ大好きですね体がないやつ、日本の原宿で生首大好きですなんかお部屋のインテリアとかもなんか、お部屋は、いや、お部屋に関しても誰も来ないからいいかなえ、あそこあんまりこだわらない、あんまりこだわらないちょっとなんかぐちゃぐちゃにしといていいかなってとこは、かわいいなんか布をスッて隠してますね、ちょっと開けないでねみたいな。なんか今年の秋気になってる、なんだろう、服ファッションとかあります？やっぱセットアップがやばいですね。セットアップ、やっぱりもうちょっとセットアップ、これ本当はセットアップなんですけど、やっぱセットアップと、あとトレーナーとかですね、チャンピオンのトレーナーがあって、
なんかチャンピオンのトレーナーってなんか他にない形してるらしくて、うん、チャンピオンだけのなんかあるらしくて形が、うん、その形がすごい女の子がめっちゃ可愛く着れる形で 足、なんか足が細く見える効果があってすごい可愛くてダボってしてるんですけど今ウイゴロとかで売ってます。色もめっちゃあって私も買ったんですけど他のモデルの子とかでもめっちゃ流行ってます。それが可愛いです。ちょっと検索今年コラボ結構流行ってる。コラボそうですね。そうなんかジュエティとバンズのジュエティとなんだスラッシャーのコラボとか、うん、バンズとスライのコラボとか、うん、あとチャンピオンとドロデオクラウンのコラボとか、うん、結構コラボ系が結構来てる、うん、コラボコラボいいよコラボ、うん、そうだ結構なんかストリート系のも着づらい女の子でも、うん、なんかその女の子のブランドと合わせると着やすいみたいな。ある。かわいいよね。なんか結構最近っていうんですか、あんまり決まった流行りというかそういうのが特になくって、うん、昔みたいに結構なんか何でも好きな系統をこう着て歩いてる子が多いなって感じたんですけど、なんか原宿系ですか。実は原宿系です。実は原宿系。実は原宿系。綺麗系で大人ぶってきたんですけど、もうちょっと原宿系です。結構いかついアクセとか大好きで。でもあんまり想像つかない。顔がなんかちょっと可愛らしい感じするから。なんか耳のピアスもなんかネジなんですよ。ネジみたいな感じ。あ本当だ。いかつい系が好きですね。なぜですか。いかついんです。結構普段は赤唇とかも。そこら辺そっち系で、自分のピンクの唇にしたりとか、なんかガーリー系のイメージが、ね、うん、あるあるした感じ、ワンピースとか超似合いそう、全然着ないみたいな、一切行ったことないし、走ったことないですね。じゃあもやっぱりスピンズとか、あもうスピンズウィーゴーとかで、ウィーゴー安いですよね。安いですね。ウィーゴーです。あさすが、あ黒持ってます。本当ですか。持った。持った。持った。これ流行ってる。ハイネック。ハイネック、ハイネックと首詰まりがやっぱり冬流行る。でもこれあんま苦しくないんですよね。そうですよね。結構合わせやすいし、めっちゃ、昨日着てました、しかも昨日着てた色違い着てました。何か他に質問ありますか。あれ、おっとなんかブログとかネタがない時とかあるじゃないですか。そういう時ってでもやっぱり読者とかいるわけであって楽しみにしてくれてる人っているわけじゃないですか、うん、そういうのでやっぱりどういうネタとか購読者とか増やしたりしますか。いや私、うん、ブログ超しょうもなくてあんまりいい答えにならないかもしれないんですけど、なんか私たぶんツイッター上とかで変なポーズする人って感じで、ちょっと原宿系の子とかにも変なポーズする人で多分それはと思ってなんかちょっと変なポーズ載せたりとかしますね。例えば最近出だしてみんな真似し始めたのがこれ。どうしようかな。こうですね。これとあの変な土下座とかが流行ってて、土下座とバキって漫画があるんですけど、そのバキって漫画の真似したら。もういろいろあってどうしようできないかな。こういうやつとか、あともう土下座は結構このスペースじゃできないんですけど、頭つけてこういう土下座やるんですよね。なんか斜面、斜面はもうツイッターで言ったら、あ、本当ですか。はい。確かにそうな。すごい。なんかもう面白系の写真アップする。そうですね。全部それでやってるんで、もうさらけ出してます。さらけ出してます。基本ラフォーレ前とかで話しかけられた時に。あの変なポーズやってくださいって言われて、でなんかもうラフォーレ前でもう土下座したりとかしてます。それを答えてくれるロアちゃんすごい。すごいすごい。なんかそれでしか言われないんで。とりあえず変なポーズしてくださいみたいな。なんか一回これが流行ったんですけど、ドアタンポーズってなったんですけど、まあ最初はこれ一緒にやってくださいみたいな。感じで話しかけられてはーいみたいなやってたんですけど、最近になってロアタンポーズ一緒にやってくださいって言って、私はこうやってやると、え、違いますこれですみたいなあ、そっちねみたいな、いやでもラフォーレ前でいいのとか言って、いや
私超恥ずかしいんで端行きたいんですけど、ロアちゃんでここでこれやってくださいみたいな。え、でも絶対流行ると思う。なんか多分次の日みんなプリクラでこのポーズやってる。みんなプリクラでやるので、でもなんかこうやってやるんで顔だけめっちゃ伸びてるとかなってて、ちょっとそれ怖いかなみたいな。見られるのが恥ずかしくないですか？いや、恥ずかしいんですけど、羞恥心あんまないんで。みんな見てくれ、みんな見てくれって感じで。じゃあブログは明日からみんな、あれですね、シャメを、シャメを、面白いシャメを、面白いシャメを、ツイッターで面白いシャメアップします。ブログの更新頻度はどんな感じですか？あまりよろしくないですね。あまりちょっと今日ちゃんと更新します。あんまり月にほんとちょっとずつしかしてないんで。週に1回とか、はい、結構そうですね。ツイッターはするんですけど、なんかブログってなると、いやツイッターに書いちゃったし全部とか思って難しいですよ。なんか割合がどっちをブログに書いてどっちをツイッターに書けばいいのか、ね、かぶってもなんかあれだし、だからもうツイッターでいいかと思って。じゃあフォロワーとか多いんじゃないですか？フォロワーはでも言うて、まあ、そんな何数字いっちゃう。3500。すごい。でも先月の上旬とかまだ3桁だったので。へえ、すごい。何がきっかけ？ロアちゃんポーズ。ロアちゃんポーズ。絶対それもあるんですけど、面白いポーズで3000人まさかの。いや、でも多分最初はなんかチョキガのイベントがあって、私全然チョキガとは最初全然関わってなかったんですけど、生物係みたいなのミルクカフェで働いてて、その隣でチョキガのイベントやってたんで、整列係みたいなのやってたら何人か私のことを知ってた子がいて、話しかけられてて、多分みんな他の子絶対私のこと知らないのに、もしかして毒もみたいな感じで写真撮ってくださいみたいな感じになって、なんか毒も間違いされて、毒も間違いなんか、あ、絶対この子私のこと知らないけど多分毒もだと思ってると思って、はいって言って、イエーイみたいな。絶対知らないこの子とか思って。ちょっと勘違いで始まりましたね。それからどんどんフォロワーさん増えて。そうですね、周りがどこもが友達とか多いんで、そこら辺が一緒に乗ってたら、あの子どこもかもみたいな感じで、多分ぽいよねみたいな、ぽいよねなってったと思います。皆さんもブログとかは更新頻度は1日頑張ってます。空いちゃうと3日空いちゃうぐらいです。すいません。私も少しで購読者300人になります。おー、購読者増やすの大変なんですよね。すごい増やしてますか？そうですよね。どうちゃんどうやって増やしてます？いや、私まずもうブログかなり放置なんで。やっぱり面白ポーズ、面白ポーズ、面白ポーズ、面白ポーズで今購読者何人いるかさえ自分で知ってないって。やばい、それは。とりあえず受けを狙わない。とりあえず受け狙っとけばみたいな、ツイッターのとこで回ってくれるし、まあいいかみたいな。いっぱいリツイートだよ。変なとこでやったやつはリツイートがみんなちょっとそれ狙ってリプ送ってくるんで引用してあげてやるんですけど、ちょっとその代わり変なポーズ求められることちょっと多くて、最近体痛いんですよ。やりすぎて、ちょっとやりすぎて。はい、では、最後にこのコーナーでーす、告知タイムでーす。イエーイ。モデルの総自身さん の宣伝したいこととか、なんかブログ今話題出ました、ブログのアドレスなど、ツイッターのアカウントなどを紹介していただければいいなと思います。お、いいんですか？おー、やった、イエーイ、宣伝しまくろう。順番にいっちゃいますか？順番に、はい、まいちゃんから、はい、お願いします。クルーズブログやってます。マイポンブログで今260人購読してもらってるんですけど、今はすごいアパレルやってるんで、その日のコーディネートとかを主に載せてて、でツイッターも普通にフルネームの田島舞でやってるので、ツイッターもフォローお願いします。はーい、ありがとうございます。次お願いします。はい、カーテスです。
クルーズブログチャスちゃん成長日記、あの毎日更新してます。1日2回とかもあるので、はい、ぜひ購読してください。もうすぐ3000人なんでよろしくお願いします。あ、300人もったいない。ちゃんみたいにちょっと面白いのあるかわかんないですけど、でもなんかでもなんか近況とかお知らせとかいっぱい載ってるのでチェックチェックしてください。それとあと10月20日に A コレクションっていうファッションショーがあるのでそれに出演します。よかったら見に来てください。はい、はい、ゆかちゃむです。アメブロとツイッターやってます。ツイッターは、結構更新してて、アメブロも毎日1日1回は必ず頑張っているのでよかったら見てください。よろしくお願いします。はい、ツイッターは今800人ぐらいフォロワーさんがいるんですけど、まだ増やし中で、キャンディーブログやってるんですけど、それはツイッターから飛べるんで、よかったらぜひフォローしてください。お願いします。はい、フォローします。キャナミンです。クルーズブログの方でキャナミンワールドってやっていて、撮影のことやメイクやダイエットコーデについてたり日常について、まあ、更新してるんですけれども、ツイッターもブログより先のネタを結構たくさんツイートさせてもらっていて、あとやっぱりアイさんとカオチャスと同じように10月20日にファッションショーに出場するので、もし時間があれば足運んで見に来てください。渋谷に行こう。はい、私高橋りはツイッターとフェイスブック、最近始めたばっかしなんですよね。でフォロワーとかもあんまり少ないので、みんなにフォローしてほしいです。ブログはアメバブログで、高橋エリじゃなくてエリーザってなんか変わってるんですけど、 L の方のスペルでエリーザでやってますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。川田つゆです。ツイッターやってるんで、これアカウント名になるんで、もしよかったらフォローしてください。ツイッターからブログ飛べるので よかったら見てください。あとみんなとかぶっちゃうんですけど、10月20日に A コレクションに出させていただきます。初めてでちょっと緊張するんですけど、精一杯頑張るんで応援しに来てください。以上です。みんな告知短くない？はい、私角川愛理は、ツイッターとブログやってるんですけど、ツイッターで角川愛理で検索していただければ、そっからブログも飛べるんで、ブログはそうですね、美容系だったりファッション系だったり、たまに面白い感じのブログを更新してるんですけど、ブログに昔のちょっとブサイクって言うとあれなんですけど、まあ、ブサイクな、今よりかなりブサイクな、100倍ぐらいブサイクな顔の写真とかも載せちゃってるんで、よかったら見てください。で、そうですね、私も10月20日に A コレクションに初めてランウェイで歩くんで、ぜひよかったらビジョンで、渋谷のビジョンでやってるんで、前売り券とかも発売するんで、よかったら見に来てください。お願いします。以上です。はーい、じゃんじゃん、ゆかりです。アメブロゆかりの日常そのままなんですけど、普通に毎日のまずコーデ写真は必ずアップしてます。で、あとまあそうですね、犬飼ってるんですよ。キャバリアキングチャールズスパニエルっていう犬を、キャバリアキングチャールズスパニエル、キャバリアキュウリキブリマキャバリアキングチャールズスパニエル、チャールズ、はい
はい、そんな犬が2匹いまして、でその子たちのことだったり、あとあのそうですね、ライブの、あのことだったりとか、あと何だろう、美容系のことだったり、あと私あの昔ネイリストをやってたことがありまして、で、まあ、最近またちょっとハマってるので、ネイルのことも今日もハロウィン仕様ですか、うん、そうですね、あのゾウさんのアクセサリーに合わせた感じにしてみました。かわいい。でこんな感じで書いてありまして、であとツイッターはあのブログの方から飛べるので、ぜひぜひブログ先に見てください。そういうパターンですね。で、ですね、10月11日沖縄ブルーセブンでライブがあります。この日は、アーシュステイカーさんの30周年 の、 あのツアーということで、その前夜祭みたいな感じで、八王子エイディーズメタルというあのすごいハードロックをやるバンドで、私はあのキーボード担当をさせていただいてるんですけれども、うん、それで出ています。でその日はあのセックスマシンガンズのあんちゃんとカンブリさんもいらっしゃって、あとジョージ紫さんっていう方も出て、みんなでセッション大会もあるらしいので、まあ、沖縄にいる方は遊びに来てください。で11月30日八王子アニメピュア、こちらの私が主催やってるイベントです。アニソンの生バンドでこうやってみたみたいな感じのイベントになってます。これはまた繊細決まり次第またブログにアップするので、ブログをチェックしてください。はい、以上です。ありがとうございます。クスノキラです。はい、基本キューティーと HR には迷子を載せてもらってるんですけど、今発売だと他にデビューとスマートって雑誌にも載ってます。あと明日発売のシャッターマガジンにもなります。あとこの後発売、来月発売だとチョキチョキ、あとスープ、あとキューティー HR に載るので、よかったら見てください。あとイベントの告知で、かぶっちゃうんですけど、10月20日に他のイベントで、ちょっとライバルなんですけど、ギフトっていうドクモイベントというかファッションショーに出るので、そちらのチケット手売りしてるので、よかったら来てください。あと10月の26日のファンタの遊ぶ日のファッションショーにも出ます。あと29日のクルードプレイというドクモイベントと、あと12日のタッチミーのミルクカフェにも出るので、よかったら来てください。あとツイッターはクスノキルアで検索したら出てきます。あとブログはあんまり良くないんですけど、ルアのブログです。よかったら見てみてください。フォローしてください。です。はい、ありがとうございます。はい、では、今日のアクセサリー提供はドンさんです。ぜひ検索してかわいいです、チェックしてください。ありがとうございました。ではまた来週もどんな方がお見えになるのかちょっとわからないんですけど、みんなでワイワイ楽しいトークを広げていけたらいいなと思ってます。楽しかったですね。そうですね、めっちゃ楽しかった楽しかった、楽しかった、楽しかったよ。はい楽しかった、はい、楽しかったよ。はい、それでは来週もまた見てくださいね。では、もっとファッショナリズム、イエーイ。まだ時間あるよ、まだ時間あるよ。イエーイ。